はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ本日はですね、タイトルにもありますように、初の試みかな、オークション形式で販売しようということでございます。あの先日もね、あの大変ほら人気ありましたヤマハの LL36、30名近い、ね、希望者いたんですけども、で昨日あのコメント欄でたまにそういったオークション形式でやってみたらどうですかということなんで、ちょっと試しにやってみますねっていうのは、今日のギターもめちゃくちゃこれ人気あるんですよ。そして大変希少です。今日現在ネットで調べましたら一本も出てません。非常に貴重、オービルバイギブソンですね、ダブで。ちなみにね、あのオークション形式どういうことかというと、後で値段言いますけども、一応最低価格つけますので、最低価格以上って一番高い値段つけた方に販売ということになります。で、あの最低価格以上の金額を僕がやってます、毎年あの新潟市内の児童養護施設の方にそれ全部寄付するという、そういう企画でもございますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。さあじゃあ早速ギターの紹介いきましょう。92年製寺田楽器製のオービルバイギブソンです。これ当時ね、92年の当時で定価9万5000円なんですよ、確か。めちゃくちゃ、そして30年前でしょ、状態がまたいいんです。 よくこんだけ綺麗な状態で30年ねえありましたね。じゃあね、細かいところハードケースもありますので、こちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。オービルバイギブソンね、92年製もう大変希少ですよ、本当に。じゃあまずボディートップからいきましょうか。ボディートップはスプルース単板です。あのね、細かい傷ちょこちょこっとあるんですよ、ちっちゃいのは。でもそんな目立ったね傷だこんがないですんで、非常に綺麗だと思います。でピックガードもこれ厚手なの、結構厚いんですよ。で細かい擦り傷はありますけども、本当は磨きたいんですけど、これ磨きちゃうとこのね模様の塗料が取れちゃうんで、あんまり磨けないんですよね。さあこの辺もどうですか、綺麗ですよね。はい、で中のラベル見えるかな、こうこんな感じ、あピント合わない、あったか、ね、オービルバイギブソン、シリアルナンバーも入ってます。これシリアルナンバーで分かるんですけど、92年製です。フレットの残りはそうですね、7割8割十分残ってるって感じです。ローズウッド指板も綺麗です。ヘッドもほら全部綺麗、多分ね。でここですよ、ほらオービルバイギブソン、これがついてるとやっぱかっこいいよね。そして後ろにしてみましょう。後ろもね、ほらペグも綺麗です。ピント合ってるか、はいはい、綺麗でしょ。後ろもネックの後ろもこれ非常にめちゃくちゃ綺麗だもん。これ本当にね大事にされていて、そんな引いてなかったような気しますね。後ろもほら見て、ここの模様もすごい凝ってるんですよ。はい、ピントあったか、はい、ほらね、おしゃれでしょ。後ろもそんな傷ないです。小さな擦り傷的なのちょこっとありますけど、ほとんど目立たない。さあそしてサイドもね見てください、綺麗でしょ、木部で。こちらが、プリアンプオービルバイギブソンとロゴが入っています。はい、こちらのサイドも見てみましょうか。これ綺麗でしょ、ね、本当あの特に大きな目立った箇所ないので、状態はいいと思います。さあそしてハードケースもついてきました。こちら綺麗でしょ、ほらこちらのハードケースもついてきております。中見てください、綺麗です、こんな感じでございます。さあなかなか出てきませんね、国産の寺田楽器担当です、オービルバイギブソン。これ逃すとちょっとなかなかないと思いますよ、ナチュラルのダブ。よろしくお願いいたします、オービルバイギブソン。はい、いかがでしょうか。30年前ですよ、30年前でこの状態、もう素晴らしいとしか言いようがない。現行6弦12フレット上で約ですけど 2.5、そしてナット幅約ですけど42、この辺は普通ですよね。で握りはね、どっちかとこうかまぼこ型かな、薄、割と薄いです、そんな厚くない。じゃあ早速音いってみましょうか。まず生でね、これのエレアコになってるんですよ、力強い音。トップスプルース単板、サイドバックはあの
メイプル。素晴らしいな。じゃあ行きますよ。サウンドホール真上で。ほら。メイプルの音だよね。こう反応のいい。低音来るわ。すごく。ちょっとピックで弾いてみよう。結構本家ギブソンに近い感じですよね。うわ。反応がこうパンスコーンスコーン、メイプルってそうですよね。ものすごい反応性がいいんですよ。いいわ。ちょっと指でもね、ゆっくりいつものこういう感じで。軽やかなのも合うね。ねえ、軽やかです。じゃあ電気通してみましょう。でマニアの方はご存知だと思うんですけど、オービルとバイ・ギブソンって何が違うかというと、エレキの場合ですとバイ・ギブソンが付いてるとピックアップとかが USA 製アメリカ製だったりするんですけども、このアコギシリーズの方ももしかするとバイ・ギブソン付いてる方はこのプリアンプとかこの下のピエゾアメリカ製なのかもしれない。その辺ちょっと確認してないんですけど、でもそんな気がしますね。ちょっと音あげますね。割と癖のないエレキ、アコースティックサウンドですよね。エレアコサウンドというか、ほら、もうね、やめろと言われてもリバーブとコーラスかけてみよう。そうするとこんな感じです。普通に今度もう一回生音、結構生音もでかいですよ。大きな音出る。さあじゃあそろそろお値段の方いきましょうか。これオービルって1988年から90年代の途中までね、何年かちょっと正確わからないですけど作られたんですね。だいたい10年弱だったはずです。10年まで行ってなかったのかな。でそんな中で寺田と藤原が担当したんですけど、アコギはもう間違いなく寺田製だと思います。で今回のことは92年生本当状態がいいです。でマニアの方もね、僕はいちいち言わなくても知ってると思うんですけど、とにかく今オービルが高騰していて、先日もちょうどね先週かな、僕たまたま SNS のツイッター見てたら、某ほらね、やってるとこあるじゃないですか、いろいろ中古ギターを全国的にやってるハードのとこだとか、オービルバイギブソンの黒のレスポールかな、カスタムだったかな、44万の値つけてるんですよ。もうちょっとね、おかしいよね。異常です。でもまあ確かに需要と供給だからね、中古の価格でもそれでも買う人いるのかもしれないし、ただ今のデジマットなんかいろいろ見ると J ギターズとかだいたいエレキのレスボール系で10万台半ばから後半で、高いのが特別高いのがなんか30何万というのがありましたけども、まあ、そんな風に、まあ、最近このジャパンヴィンテージと言いましょうかね、とにかく上がってるんで、何でもかんでももうとにかくフェンダージャパンもそうですし、まあ、ある程度しょうがない部分もあるんでしょうけどね。でそんな中で今日のこのアコースティックの方のこのダブ一本も出てないんですよ今のところ。今日現在はですから大変貴重だと思います。希少です。探してる方も多いと思います。
さあそれでお値段なんですけども、正直まあ普通で相場で言えばもう十何万とか絶対すると思うんですね。ですので今日はあのオークション形式ということで10万円から入れてください。で一番高い方にお売りいたします。そして10万以上の分を全額、その全額というか10万以上の分を養護施設に寄付させていただきます。であのルール的にはですね、この動画アップしてから明日の土曜日中でいいです。明日土曜日でしょ。ですから土曜日の深夜12時まで、要するに日曜日までかに、あの電話でもメールでもいいです。ですから明日営業中に普通に電話くださってもいいです。で一応お名前と連絡先聞いて、じゃあいくらですかと。で最終的に日曜日私が朝来て全部集計して一番高い方にご連絡しますので、そういう形でよろしくお願いいたします。ということで今日のこのオービル、そしてオークション、初のオークション形式なんですけども、まあ、いろんな意見もあると思いますけど、もし意見あったらコメント欄に入れておいてくださいね。ということでこの92年製のオービルバイギブソンのダブは10万円からスタートですので、よろしくお願いいたします。ということで今日もですね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。私もまだつぼみ。